新規感染者は、県発表が326人、静岡市発表が114人、浜松市発表が117人です。合わせて557人で、先週木曜日の900人を343人下回っています。これで、前の週の同じ曜日を下回るのは36日連続になります。また、患者1人の死亡も発表されました。 これで県内の死者は累計1356人になりました。正午現在の病床使用率は県全体で29.3%です。直近1週間の感染者数は4061人で、前の週の0.61倍です。